皆さんこんにちは。福山平成大学から参りました中島ひろ子です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はボランティア入門講座の第4回目集大成の回となります。今日は皆さんが具体的にどのようなボランティアに関わりたいかということを具現化するための回です。このお話、この回が終わる頃にはよし、このボランティアに参加してみるぞ、やってみるぞと思ってくださればありがたいです。まず私が30分程度お話しさせていただきます。その後一緒に配布しました用紙を用いてワークショップを実施しましょう。それでは始めてみようぞボランティアと題してお届けします。さてボランティアというのは何を指すのでしょうか。これまでの3回の講座でも確認してきたことなのですが、今一度確認しておきたいと思います。ボランティアとは、自発的な意思で人や成長に貢献、人や社会に貢献することとされています。ボランティアさんというと、その道のプロみたいな方もいらっしゃって、プロと比較して、私はしたことがないんですって思っていらっしゃる方が多いです。けれど、多くの方が、自発的な意思で人や社会に貢献するという経験をされています。例えば募金箱に1円でも10円でもお金を入れたことがある方いらっしゃいますか。1円でも10円でもいいんです。レジの横の箱に募金箱にポンと入れたりとか寄付したりとか、実はそれもボランティア活動ですよね。また玄関先で花を育てています。いやいや、でもこれは自分のためにやってるんですよ、人様のためにやってるわけではありませんっておっしゃるかもしれないんですが、玄関先で育ててくださっていると、その道を行き交う方にも目に入るわけですよね。で、そのお花美しいなという気持ちになって、ほっとした一息を差し入れしているかもしれないんですよね。そういうふうに思うと、知らない間に皆さんもボランティア活動をいっぱいされているんじゃないかなと思います。それからまた今日こうして来てくださることもボランティア活動の一つと私は認識しています。というのが、一般的にはですね、今ここに来てくださっている方は50代以上の方が多いのかなと思っているんですけれども、皆さん素敵に年を重ねていらっしゃいますよね。しかもまた誰かのために活動しようと思っていらっしゃる、このこと自体が若者世代への希望の光になります。年を重ねてもこんなに生き生きと素敵な日常を過ごせるんだって、そういったメッセージを皆さんが知らずのうちに発信しているということなんですよね。また後ほど触れますけれど、無罪の七世というのもあります。こんな形で日常の中で皆さんは気づいていらっしゃらない、もしくは勢い込んでボランティアって思ってないけれども、社会貢献をたくさんなさっているんだと思っています。さて、ということでボランティアは社会に自発的に貢献するという意味はありましたけれども、その語源は何だったでしょうか。ボランティアの語源はラテン語のボランタス、自由意志という意味がありました。そしてこの入門講座第1回目でもお話しあった通り、ボランティアのボロは火山のボルケーノの意味がありましたね。ボルは火山のボルケーノですね。つまりボランティアのやる気とか熱意、活動範囲っていうのは火山のように山それぞれであっていいということになります。人それぞれの特徴であって良いということになります。例えばドカーンと打ち上げて多くの人たちを巻き込んで味方につけながら実施するというボランティアもありますし、静かにゆったりとこうマグマを流しながら、熱い思いを流しながらボランティアを行うこともありますし、また外からは燃えているようには見えないけれども、温泉のように派手さはないけど人の心をじんわりと穏やかに温める、そんなボランティアの形もあるのです。それでその上で、またボランティアを活動するにあたって留意していただきたい点がありますので、その5つの紹介をしたいと思います。1つ目は挨拶をするということ、2つ目は時間や約束を守る、3つ目
守秘義務、秘密を守る。そして4、ほうれん草、報告、連絡、相談。そして5つ目が謝金の受け取りについてです。各項目についてそれぞれ見ていきたいと思います。まず1つ目ですが、挨拶。挨拶はどんな時にされますかね。たった一人だけの時にしますか。挨拶って相手があってこそ挨拶しますよね。それは動物であっても空であっても草木であっても相手があるからこその挨拶だと思います。その挨拶を交わすというのは、その目の前の方の存在そのものを認識していますよ、認めていますよっていうことなんですね。いわゆる、なので、なんだろう、相手にとっては承認欲求を満たす行為でもあるんです。あなたはそこにいらっしゃいますね、私はそれを認識していますよ、あなたは私にとっても大切な人ですよっていう、そういった意味を込めての言葉が挨拶なんですね。なので挨拶はそれだけでプレゼントになります、贈り物になります。おはよう、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい、まあ、当たり前のことかもしれませんが、この挨拶を大切にしていただくことで皆さんの活動がよりスムーズに進むことと思います。2つ目は時間や約束を守るです。何らかの事情で遅刻や参加ができなくなった時には必ず連絡してください。ボランティアを募集している側としましては、参加してくださる方に役割を担っていただこうと期待を持って待っています。ですので、ボランティアだし仕事じゃないからまあいっかというのではなくて、時間や約束ごとは守っていただきたいです。3つ目は秘密を守るです。守秘義務は何かというと、このように説明されています。正当な理由がなく職務上知り得た秘密の内容を漏らさないということです。ではどこからどこまでがその守秘義務にあたるのかなっていうところですよね。ではここでクイズで一緒に考えてみたいと思います。では1番、 SNS に投稿したり写真を見せるっていうことについてです。現在あなたは児童と遊ぶボランティアの団体に参加しています。その活動がとても楽しくて、子どもたちの笑顔、そして自分自身も元気になれるよっていうことで、もっとたくさんのボランティアさんに来てもらいたいなと思って、そのボランティアを募集する宣伝のためによかれと思って、子どもたちの輝いている笑顔、そして遊んでいる様子を写真に撮って、それを X、 昔旧 Twitter ですねとか Facebook とかを使ってインターネット上にアップしました。これは守秘義務の違反に当たりますか。当たると思う方は手を挙げてください。もしでは、それでは、いやいいんじゃないのそれぐらいと思われる方は手を挙げてください。はい、ありがとうございます。実はこちらは、守秘義務違反に相当します。なぜかっていうことなんですけれど、こんな子どもがこんな時間にここここで活動しているっていうことが特定されるわけですよね。そうするとそれを狙って犯罪が起きる可能性があるからです。ですので、子どもの顔や服装がはっきりと分かり、そしてその子が特定できるような情報をあげることは決してしてはいけないことになります。では2つ目の事例、高齢者施設のレクリエーションの様子を顔が映らないように工夫して写真に撮って不特定多数の人に見せる。これはどうでしょうか。顔が映らなければいいのかなと思いますか。どうですかね。この件に関しても写真を撮影することや、ことはまずは使用目的、何のためにするのかっていうことを明確化して、所属の施設の事業所の方やご本人に確認して許可をもらう必要があります。ということで、基本的には簡単に写真を撮らない
という姿勢が必要になりますね。ではもう一つ、二つ目のクイズです。喫茶店などで利用者さんたちの話をするということについてです。仲間内で集まって、最近こんな活動してるよとか、こんな日常の発見があったのよとかいう報告をし合うっていう楽しい時間ありますよね。そんな時にこんなお話してもいいのかなっていうところを一緒に考えていただきたいと思います。ねえねえ、最近さ、私さ、施設ボランティアに行ったんだけど、〇〇さんに会ったの。なんかね、認知症の症状が進んでた。入居されてると思ってなかったからびっくりしたわ。元気だと思ってたからびっくりしちゃった。こんな話を喫茶店などで話をする、どうでしょう。これはいいことかな、ダメなことかな。そうですね、誰が聞いているか分かりません。ご家族が近くにいらっしゃるかもしれないし、地域の方もあの方がっていうふうにね、変な噂を立てられるかもしれません。ということで、ボランティアで知り得た情報を公の場で話しするっていうことはやめてください。またもう一つの例ですね。放課後等デイサービス、放課後等デイサービスのお手伝いしている方が、ねえねえ、まるさんのお孫さん通っていたわよというような話をする。そうですね、これもよろしくないですね。特定の活動で知り得た内容を安易に人に話すことは、誰かを傷つけたりすることになりやすいので、話の内容とか場所については常に配慮しておく必要があります。ではクイズ3問目、これで最後にします。はい、情報提供をするということに関してです。こちらはどうでしょうか。ご近所さんとお話をしていて、最近買い物に行くのが苦痛で困ってるんだとポロリと悩み事を話されました。その時に、ああそうなのね、それならさ、今私がボランティアで関わってる事業所では買い物支援というサービスをしてるよ、だからそこにちょっと相談してもいいんじゃないの、ということで情報提供する、これはいかがでしょうか。また子どもの発達が心配でね、どうしたらいいかしらって困ってる方がいらっしゃった。その方に、今私がボランティア先で放課後等で行ってるんだけど、そこに相談したらいいかもしれないよとアドバイスする、これは守秘義務の違反に当たりますか。そうですね、これは大丈夫です。個人を特定する内容ではありません。一般的なサービスについての説明なので、こちらは違反には当たりません。ボランティアをすることによって、さまざまな情報を得ることができると思います。で、その得られた情報がその方にとって有益であるのであれば、個人情報でないのであればですね、はい、アドバイスしてあげ、差し上げても大丈夫だと思います。では4つ目、ほうれん草、報告、連絡、相談です。皆さんがボランティア活動をなさっている間に、これはどうなんだろうか、こうしてもいいのかな、ダメなのかな、悩まれることが出てくるのではないかと思います。そんな時に活用していただきたいのがこちらです。ほうれん草です。報告、連絡、相談のまとめてほうれん草と呼んでます。ではまず報告ですけれども、これに関しては現在の状況を報告します。例えば、依頼されたことはここまで進んでますと主催者に伝える。そして連絡と報告、ちょっとなんか似通ってるんですけれども、連絡は気配りの一つです。何かちょっと変わったことがあったり、伝えた方がいいかなと思ったらば、その時に連絡お伝えするというものです。そして相談の相、ほうれん草の相、こちらは相談です。
迷った時とか不安な時、何か手順がわからなくなってしまった時、そんな時は遠慮なさらずにぜひともお声かけください。自己判断で関わったり決断してしまうことで何らかの不具合が生じたり、大きな事故につながるかもしれません。ご自身を守るためにもこのほうれん草をぜひとも落とし込んで実施していただきたいと思います。さて5つ目です。5つ目の留意点は謝金の受け取りについてです。皆さんは謝金を受け取ることについてどのように考えていらっしゃいますか？ボランティアは無償の奉仕活動であるのだから、交通費も含めて謝金は受け取るべきではないと思われている方、どれぐらいいらっしゃいますか？そうですね。では今の時代だから謝金が発生してもいいんじゃないか、交通費ぐらいだったらばもらってもいいのではないかと思われる方、いかがですか？はい、ありがとうございます。そうですね、ボランティア活動が有償かもしくは無償か、お金が発生するかしないかっていうところでボランティアを論じるのはあまり本質的ではないところではあるのですね。ボランティアの大元というのは役に立ちたいという思いや行動なので、有償か無償かというところで議論するのはそんなに大きなことではないのかもしれないんですけれども、やはりこれは重要なポイントですので、こちらも皆さんと一緒に考えていきたいと思います。こちらは2011年に実施された内閣府によります有償ボランティアに対する意識の調査の結果です。これによりますと赤のところが一番大きいですね。42.8% の方が交通費くらいは受け取っていいんじゃないかと思っていらっしゃる。そして桃色のところ 35.2%、35% はいやいや何も受け取るべきでないと思っていらっしゃる。そして 10% の方は日当くらいは受け取っていいんじゃないかというふうに思っていらっしゃることがわかります。これは平成25年度の調査と比較しますと、受け取るべきではないという人が減っています。平成25年ですから、2013年ですかね。その時の今から10年前であれば、受け取るべきでないという方が 45% ぐらいいらっしゃったんです。でもその割合は少しずつ減ってますね。なので時代によってその感覚も変わってきます。これからは有償ボランティアがメインになるかもしれませんね。はい、ではなぜ有償ボランティアが出てきたのかっていうその背景を知っておきたいですよね。その背景としては3つのものが考えられています。ではそれをご紹介します。まず1つ目です。本来であればバイトとして人材を調達したいが、そこまでの資金力はないけどお礼はしたいという募集側の気持ちです。なので時給となると最低賃金というのが発生しますよね。で3時間4時間ボランティア活動というかそのアルバイトという形でしていただくと、5000円ぐらいなっちゃうので、そこまでのお給料は出せないんだよねけどお礼はしたいという募集側の気持ち、これが1つ目です。そして2つ目は、ですね、そのボランティアの方々の裾野を広げたいという思いです。例えば、交通費も出さ自腹、物品も備品もすべて自分で負担して、しかもボランティアで無償でやるっていうのはちょっと辛いなって思う方もいらっしゃるわけです。そういった方々に必要なもの、物品とか交通費は出しますからぜひとも来てくださいって言ったらば、潜在的な方々役に立ちたいなけど そこまで支出が伴うのはちょっと嫌だなって思っている方を呼び込むことができます。新たなボランティアさんを発掘できるんですよね。なのでそういった意味で有償ボランティアが生まれた、これが2つ目です。そして3つ目はサービスを受ける側の遠慮の気持ちを減らすためです。
ボランティアに来ていただくためには、来てくださった方はご自分の時間とお金をかけて来ていただくことになります。ボランティアで来てますからと言われましても、やはり人の気持ちとしてはお礼をしたいという気持ちがありますよね。もちろんありがとうっていう言葉はたくさんこうお届けするのですけれども、それだけではちょっと申し訳ないなという思いをされる方も多いです。言葉だけではなくて何らかの形でお礼の気持ちを示したいという、そういった思い、それがこの有償ボランティアという形に出てきたと考えられています。そこで最近は日当をお渡しします。1日5000円とか7000円とか日当をお渡しします。また交通費を負担しますというボランティアの数も増えてきているんですね。そこでここで有償ボランティアをする際に気をつけておきたい3つのことをお伝えします。1つ目は確定申告はいりませんということです。アルバイトではないので確定申告の手続きは不要です。2つ目、労働力として扱われるという危険性を意識しておくということです。時にボランティアとはかけ離れた労働を強いられるケースがあります。おかしいなと思っても3番に示したように借金を受け取っているので異議申し立てができずに指示に従ってしまい体を壊したり心身ともに負荷がかかったりするケースもあります。ですので有償ボランティアの時には自分は何をしに行くのか、どこまで自分は担うのかという線引きをしっかり持ってから出かけられることをお勧めします。でもこの自分は何をしに行くのか、何ができて何をしないのかという線引きというのは別に有償ボランティア、無償ボランティア関わらずボランティアに臨むというところにおいては必要な心構えであります。いずれにしましても応募前に活動先の団体、活動内容をしっかり確認していただければと思います。さてそれでは毎日できますボランティア、無罪の七世ということでお伝えします。このお布施、七世、お布施のことですね。お布施っていうのは施しを必要としている人が施しを受けることによって救われるというイメージがありますけど、実は施しをすることによってその人が幸せな気分になれるものなんです。その7つの無罪の七世、お金というものを使わずでもそのお布施というものができますよというお話をさせていただきます。まず厳正です。優しい目、優しい眼差しを持って人に接することです。目は口ほどに物を言うと言いますが、相手の目を見ればある程度相手の感情を読み取ることができます。だからこそ冷たい眼差しで相手に不安や警戒心を与えてしまうことがないよう、心からの温かい眼差しで安心感、親近感、幸福感を与えたいものですね。厳正です。そして2つ目は和眼せ。楽しそうに笑っている人の顔を見ると自分も楽しくなって笑顔がこぼれることってありますよね。笑顔は雰囲気を和らげて気持ちを明るく優しくしてくれるものです。相田光男さんの詩にも和眼せを象徴するような詩がありましたのでここで紹介します。あなたがそこにいるだけで、あなたがそこにただいるだけでその場の空気が明るくなる、みんなの心が安らぐ、そんなあなたに私もなりたい。生きていれば嫌なこともたくさんあるかもしれませんが、普段から和やかな笑顔を絶やすことのないように心がけて自分の周りにいる人たちに幸せを送れると素敵ですね。3つ目は愛語性です。言辞性とも言います。言霊という言葉が示すように言葉には魂が宿っていて
私たちは言葉一つで相手を幸せにすることもできるし、傷つけることもあります。だからこそ思いやりを持った言葉を発するということが大事になります。たとえ厳しく思える言葉だとしても、相手のことを思っての愛のある言葉であれば、それは愛護せになります。また、一言だけれどもとても重みのある言葉、ありがとうとかお疲れ様といった言葉も日常的に使えれば素敵ですね。四つ目は真誠です。身をもって思いやりを示します。お年寄りや体の不自由な方のお手伝いをしたり、重い荷物を持ってあげたりなど、自分の体を使って周りに思いやりを示すことです。ボランティアの活動は神聖の一つになりますが、どんなにそれが良いことだと思っていても、実際に行動に移さなければ意味をなしません。思いやりと自分の体を使って接することで、相手に喜びや幸せをもたらすだけでなく、自分の心も体も磨くきっかけになるはずです。5つ目は真誠。心を込めて思いやりを示すということです。人と共に喜べば喜びは2倍3倍になり、悲しみは半分になるってよく言われますよね。心を込めて思いやりを示す、これが真誠です。そして6つ目が正座せです。人に場所や席を心よく譲ることです。お先にどうぞ、ありがとうございます。席を必要としている人を見たら、心よく譲り合う。そんな優しさや思いやりを正座せと言います。これは、された方もする側も、そしてそれを見ている方も、心が温かくなりますよね。そして、最後、7つ目は、傍若せです。人に宿泊や休憩の場所を心よく提供すること。他人を温かく自分の家に迎えて、労をねぎらい休んでもらう場所を提供することを示します。いや、でも自分の家に招くっていうのはちょっとハードル高いなと思われる方。軒下の提供でもいいですし、相手に傘を差し出す。それも傍若せになります。ということで、7つのお布施、無罪の七世でした。人の心と人生を豊かにする、また幸せをもたらし、明るく照らしてくれる、自分の心も人生も豊かになる、そんな実践をしてもらえませんか？毎日一緒に実践してみませんか？ということで、福の心、温かな心満載のここ福山から福の発信を皆さんと一緒にできればいいなと期待しています。皆様のこれからのご活躍お祈り申し上げます。ご健康とご多幸お祈り申し上げて、この度の講演を終わらせていただきます。ありがとうございました。それでは少しお休みを取ってから、ワークショップに移ってみたいと思います。よろしくお願いします。